しか見えないです。モモタイしか見えない。クマさんだ。クマさんだよ。クマやんって。クマが出たぞーなんて。ほほほ。これゴリラか。クマさんしか見えない。モータンは？決めポーズしてて草で。草やすなー。タコさんありがとうございます。クマ出現注意。クマがいるぞーだな。クマしか見えないで。いやモモは？いやクマさんだよ。いやいやモモより先に挨拶しないで。どうせ下は制服やろと。うん、ヒートテック。あ、そういうこと。下もクマさんズボンやで。すいません、制服とかじゃなくて、どっから全部クマさんです。オラはミートテック。出たー。今何度ですか？18度です。逆に制服だったらおもろい。そうですよ。まだパジャマということですか？まあそういうことになりますね。ミートテックなら分けてあげる。遠慮いたします。クマが出たぞーって。いいって。こうやって言ったら割れないの。ほうほうほう。森で言ったらちょっと怖いよね。クマさんですか？クマさんです。自分から見せていくスタイル。あったかいですか？あったかい。なんか普通のパジャマだったらそう、まあ普通に着るんですけど、これはなんか全身が毛布に包まれている感覚だから、でもここは全部覆われてるんだよ。あったかい。フードかぶって寝るの。うん、そうだよ。そうやで、クマさんの時はね。だって後ろにフードかぶってたらなんかね、邪魔じゃん。それ夏にもお願いします。夏を、あ、そのまま学校に行こう。それこそクマが出たぞってなっちゃう。ね、それはあったかそうだ。そう、これを着てフードかぶって毛布かぶって芝生のぬいぐるみ抱いて寝る。あったかいんだから。どんだけ寒いねんって。それで踊ったらめっちゃ汗でそうって。確かに。明日のはサリウムありがとうございます。もう毛布いらなくない？いるよ。私ニット帽かぶって寝ます。一緒やん。ガオしてください。ガオ動物違うって。今の人ありがとうございます。チラチラ。その格好でエスケープ踊ろうか。いや、ちょっとやめようか。12月のカンガルー歌ってください。12月のカンガルー、僕の中には君がいる。タタタタン。マリキョーコのアクマン、ありがとうございます。鮭あげたくなる。あ、だ大丈夫かも。雨の動物園踊っても違和感なさそうね。そこはクマやろ。はにゃ、なんかノリに乗れなくてすいません。ね、真夏に12月の衣装を着ると大変ね。そう、毎回撮影できた気がする。もうの方、開けません。
冬から始まる方、無安ななにありがとうございます。ありがとう取扱中クマさんやだって。開始から6分間クマさんの話しかしてない。はにゃはにゃ昨日のブログ読んでアメブロ読んで感動もっと大好きになりました。改めてもらえた、嬉しい。そんな感動って言ってもらえて嬉しい、ありがとう。これからもよろしくね。読みました。じゃあクマさんと違う話しますか。最近学校でもう今受験生なんですけど、受験で面接っているじゃん。こちらに高校に入った志望動機を教えてくださいとか、面接の演習がもう始まってて学校で、で結構ね、先生の前とかで、そう先生の前で、そうなんかクラスで順番に、そうクマで面接はあかんってちゃうねんもうねクラスみんなで、そうですよ、全員やってるんですけど、受験生っぽい話で、そうだよ。でそれで、ね、そのまあね、どんどんいろんな先生とかに行くんですよ。でなんかもうちょうど、なんでかわかんないけど、ちょうど校長先生と教頭先生のところで、はにゃと思って。普通はみんな先生一人に対して生徒一人でやるんですけど、なんかもうだけいきなり1回目からなんか校長先生と教頭先生のところで、しかも校長室で校長室でお入れ方2人の面接でしてそう、そうなんですよ、いきなり。しかももうなんか それをそのこと知らなくて、そうで、なんかみんな面接、そうみんな面接のところ、部屋どこみたいに言ってて、でもーちゃんどこって、もーちゃんどこだっけと思って先生に聞いたら、校長室で早く行ってって言われて、はにゃーと思って、そうでですね、まあ無事、まあできた。なんか不合格合格があるんですけど、一応ねモータン面接の練習は合格しまして、一発合格で、かっこよくないでですね、校長先生と教頭先生の面接が終わりました。終わりまして、一回もう出るとこまでやって、でもう一回なんかどんなところが良かったよとか悪かったよっていう説明形態にもう一回入ったんですよ。そしたらですね校長先生にですね、大徳さん見たよって言われたのになってる。タワー、はい、タワーありがとう、ありがとう絶対できるやつ、ありがとう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 ありがとう。校長先生はそれを伝えたくて指名したのでは。え、ありがとうね、無音なのにわざわざ嬉しい。しかもなんかそのなんで知ってるんだろうなと思って、そしたら聞く前に校長先生が言ってくれて、そう
言ってくださったんですけど、なんかテレビライトクさんのテレビ見せたら予告で名探偵平野なんて出てきてで、そう予告で見つけて見たよって言われてもう驚くだよね。そうびっくりってよりさ、ねえもうびっくりかも。そう、そうなんですよ。しかもさらにびっくりしたのが、ねえまあねテストの点数までも発表しちゃってたよね。それはもしかしてそれでしか言ってなくないと思って、聞いたんですよ。もう、なんで知ってるんですかって言ったら、名前で検索したら出てきたって検索してんじゃんと思ってそう、テレビ見てるって、あ、校長先生おはようございますもうやばいと思って、そう検索で出てくるの草なんです。検索したら出てきましたって、検索って思ってびっくりよね。ポコポコポコマリケックのワンコン、ありがとうございます。で、まあ話はまあそんな感じで、そうこれからも見るねとか言われてありがとうございますって言って、そう、まあそんな感じに終わったんですけど、まあ、帰り際に、まあ、出てく寸前に校長先生が卒業際にサインでも置いてってねってただの話し会だって応援されてんじゃんだってそうです、なんかとっても楽しい面接でしたじゃあこれは面接終わった後に言ってくださったんですけど、なんかとっても楽しかったです面接の感想だから校長先生から聞いてないのそう、教頭先生は面接の感想言ってくださったんですけど、校長先生から聞いてない、大徳さんの話しか聞いてないなんか楽しかったもうね、もう即お友達に言ってるね、階段駆け上がって、ねえ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 って校長先生もし名前でモモのこと調べてたってでもね、見てくださったのめちゃめちゃ嬉しかったで、大徳さん、そう、またテレビ出るときあったら見てくださいって言っといた面接の練習楽しかったって初めて聞いたね、いつも以上にコメント早くって思った、宣伝すなそうなんですよ、本当にねもうねびっくりだし、心の中でもえっと思って本当にびっくりしました。もう早くみんなに言いたくて、でも昨日言えなくていっぱい話してたから、そうこの話をずっとしたかったそう、おたかつしてるやんかいだってうん、そうですしない、どんな質問を受けた？え、もうがでも一番なんか結構全部その面接のよくある質問の答え方みたいなので結構考えてから行くんですけど、考えてない質問の方が多くて、モーが一番
待って、どうしようって思ったのは、ちょっとこれ話してからテロップ出していい？今までその人生でそのお友達でも親でもその誰でもいいから、そのなんか一番心に残っているその言葉はみたいな、そんなこと質問のプリントになかったぞと思って、なるほど、ありがとうございます、これはやばいなと思って、でもすぐ答えなきゃいけないから、もうはそう同じグループの先輩の須田あかりさんからいただいた、そう辛いって思うのは努力したから辛いって思うんだよっていうその一言が、とても心に響きました。今でも思い出して頑張ってますって答えたら、おーって言われたそう、やっぱ須田さんの言葉なんかって、そうだよそう、いい答え、いい答え、本当？そう、やっぱ須田さんかって聞く方がファンなら答える方もファンやなうん、でももうその言葉って言った時点でもうすぐ須田さんのことが思うか、そうですねっていう感じでした。ということで、全部答えられてる質問それでは42日ありがとうございます。面接は大丈夫だね、だって面接よりももうの場合学力テストかな、ね、はい、昨日宿題をね、宿題と勉強を夜までやってたんですけど、眠すぎてこういう状態でやってたんですよ。あー眠い、あー腕ってやってたんですけど、ママがそんなんじゃ進まないから何か飲みなって言われて、で野菜ジュース飲んだ瞬間一気にパチーンってなってまた再開いたしました。カフェオレは昨日カフェオレなかったんだよね。942日ありがとうございます。そうでしたね。面接の練習はね、ずっとまだまだ続く、1日1週間に3回ぐらいは面接の授業がある。 I love you、 ありがとうございます。あるあるある、全部わかるよ。面接はまずノックを3回してコンコンコン、ドアを開けて失礼しますって言ってからお辞儀して、で後ろを振り返ってちゃんとドアを閉めて、てっこてっこてーって歩いて椅子の左側に座って、受験番号何番です、よろしくお願いします、自分の名前新中学校いてよろしくお願いしますって言ってから、てっこてっこてーは言うなよって心の中で言ってたでもそういうのを面接の授業で習うんですよ。そろそろ職場に作るように2人だって頑張って、ファイトそう、タワーありがとうね、嬉しいそうそうそう、こういうのは面接の授業で習うんですよ。なので平均の時にもうノック何回したっけ、5回ぐらい5、6回してたんですけど、やっと今習いましたそう、平気の時のテーブルマナーも、そのドアのノックとかそういうお礼のマナーも、テーブルマナーはこの前修学旅行の時に習ったし、そう礼儀のことは今習ってるし、そう
でもみんなよりちょっと先に習えてよかったです。コン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 、マリゲーカのアコアン、ありがとうございます。時代を先行く女やんだって、ありがとう。はい、そう、ということで、ももたんちゃんと受験生ですよ。受験の面接の練習してますよ。校長先生、大徳さん見てくれたよっていう話でした。あ、パン焼けた。よかったね、焦がさないようにちゃんと取ってね。ゆきありがとうございます。ということで、おた話ありがとうですよ。あ、なんかありがとう。ということで、占いをしたいと思います。ももたん占い、ももたん占いをしていきたいと思います。今日はお歌、鼻歌、鼻歌とかお歌で歌うといいなって思うものです。それではいきます。 A 型、 A 型の方は虹、ラララ虹が虹が空にかかって、君と君も気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。長い。続いて B 型、 B 型の方は大好き、大好きだよあなたのこと、24時間考えてる、大好きだよ、夢の中でもあなたが出てきて切なくなる。です。次、大型。大型の方は冬のオペラグラス。冬のオペラグラスで夜の街を覗けば、トゥ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 、うつたトゥチュ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 、冬のオペラグラスで。なぜこの曲選んだ？だってママに聞いたらこれがいいって言ったんだもん。ふるって、そう？あ、これ日常生活でよく聞くよ、ママが歌ってるから。冬のオペラグラスで夜の街を覗けば、私の顔を映ったか、ちゃ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 、はい、です。はい、そして AB 型、 AB 型の方はファンの方から前に教えてもらって、それからめちゃめちゃハマっちゃったんですけど、それからめちゃめちゃっていうか結構き、よく聞くようになったんですけど、名前が分かんなくて、 L チリリ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 、L は愛を乗せて、 L はあなたを見つめてる。え、知らない？嘘。知らないの？ L ちゃんっていうアニメ、めっめっちゃ背の高い女の子の物語なんですけど、ちなみにモモはアニメを見たことがないし、アニメの存在も知りませんでした。ファンの方が教えてくれて、うん、多分生まれてない、にゃ、知らないの？教えてあげるよ。デリリ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 リ、L 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 L、 この唇に L は愛を乗せて、
エルはあなたを見つめてるっていう感じです。はい、なので今日のモータ占いの花歌や歌うという言葉は A 型虹、 B 型大好き、 O 型冬のオペラグラス、 AB 型 L です。何の方が動画作ってくれてた、そうで、ぜひ皆さん歌ったり鼻歌したり聞いたりしてみてください。よろしくお願いします。大好きでよかった。なんで。それではいきます。ランキング13位てんてんのふいちゃんのおぼたの方、ありがとうございます。かなりマニアックですね。15歳のショールも出てる笑いか。12位の平野もなちゃんのおぼたの方、ありがとうございます。11位の七垣さんのおぼたの方、ありがとうございます。10位のペンギンさんがサンタさんになっちゃったおぼたの方、ありがとうございます。9位のネギのおぼたの方、ありがとうございます。8位のうさちゃんのおぼたの方、ありがとうございます。ラッキーセブンのワンちゃんのおぼたの方、ありがとうございます。かぼちゃワイン単行本で読んだの何それ。6位のパンダのお寿司のおぼたの方、ありがとうございます。5位の平野もなちゃんのおぼたの方、ありがとうございます。4位のぴょんちゃんが花束の持ってる青田の方、ありがとうございます。3位さん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 のひまわりの豚の方、ほらありがとうございます。はクリスマスツリーのターナー、おーほほーい。クレヨンしんちゃんみたいになっちゃう。クリスマスツリーの下にサンタさんがいる。タワーありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。無音無反応って書いてあるか、嬉しい、ありがとう、いつもありがとう。無音の方がいるので書いてます。たから始まる方、ありがとう、ありがとう。はい、それではランキング最下位、こちらこそありがとう、こちらこそ。2位のトップ10のボタンの方、ありがとうございます。どうもありがとう、本当にありがとうございます。それでは今日の1位、でも無音だしお仕事行っちゃったから聞いてない、聞けてないよね。でも今ランキング読んでるよって分かる、ちょっと目立つようにちょっとこれで言うね。 なんとなくなんか目立った方がいいかなと思って思うんだから、それでは行きます。ピンポンパンポーン、じゃが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 じゃん。今日のうちはのぴょんちゃんのサンタさんのことの方、ありがとうございます。いや色が同化して目立ったんだって。え、ピンクの方がいいじゃん、同化してる、じゃあ違うのがいいか。どう？これなら目立つ？ありがとう、ありがとう。あ、目立つ、あ、よかった。あれのは
ゃあ行きまーす。それそれ、わら。それでは行きます。せーの、L、O、L、L、L、O、V、E の、つーちゃんがサンタさんのお二人方。ありがとう。ゆうから始まる豚の方、アバターじゃない、名前の方、ありがとう。ショールームのアバター、うだね、ありがとう。はっ、変わった、ランキングが変わったぞ。またまた彼の出番か、よろしくね。ピンポンパンポーン、ジャグ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 ジャン。今日のうちはノントップ10のおもたの方、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。それではもう一度、せーの、 L、 O、 V、E のトップ10のおもたの方、ありがとうございます。ありがとう。はい、今日も配信ありがとう。こちらこそありがとう、見てくれてサンタさんに返信してる。ということで、星もギフトもありがとうございます。今日の大富豪は7時45分から7時55分までやろうと思います。もも大富豪です。ぜひ対戦よろしくお願いします。久しぶりにモリモリ注入お願いします。モリモリ注入、ピピピピピー、バフン。ということで、朝から見てくれてありがとうございました。大富豪もよろしくお願いします。3125人の方、朝からたくさんの方ありがとうございます。そしてパワーも本当にありがとうございます。それでは入院したいと思います。左手出して、右手出して、せーの、二人、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。